下を最速で成長させる同行営業とは。うちの部下はなかなか一人前になってくれない。多くの営業マネージャーや営業リーダーが抱える悩みではないでしょうか。部下には一日も早く成長して会社に貢献できるような人材に育ってほしい。しかし頭ごなしにもっと頑張れ、結果を出せと叱咤激励するだけでは彼らの真の成長を促すことはできません。そこで今日はどうすれば部下は大きく成長してくれるのかを分かりやすく解説します。部下を成長させる手段で私が最も効果的だと考える方法の一つが同行営業です。先日あるクライアント先の営業マンから先月同行営業してもらった企業との契約が決まりましたという嬉しい報告を受けました。この経験から同行営業の価値について今更ながら再認識したところです。同行営業のメリットは部下が実際の商談の場で上司の態度や話し方を直接観察できることです。座学では得られない生きた知識を吸収し成功への道筋を肌で感じることができます。そして同行営業で重要なのは上司と部下のバランス。私は常にクライアント先の営業マンを商談のメインに据えるように心がけています。上司が前面に出すぎると部下の成長機会を奪ってしまいます。適切なバランスとは部下が主導権を握りつつ上司がさりげなくサポートする状態です。例えば部下が窮地に陥った時にさりげなくフォローを入れたり重要点を強調してスムーズに商談を進行させます。部下の成長は一朝一夕には実現しません。少しずつ自信をつけさせ高確率で受注できる営業マンへと成長させていくことが重要です。1回の同行営業で劇的な変化が起きることは稀です。部下の成長のためには継続的な同行とフィードバックが不可欠です。そのためにはこれから話すようなことを段階的にアプローチをかける。これ重要なのでお伝えしておきます。まず1個目、観察段階。まずは同行営業で上司の動きをよく観察させます。2つ目、部分的実践段階。商談の一部だけを任せて徐々に責任範囲を広げていきます。3つ目、主導段階。商談全体を任せ、上司はバックアップに徹します。4つ目、独立段階。完全に一人で商談を行えるようになりますと。全般話した内容は3つ目の主導段階です。商談全体を部下に任せて上司はバックアップに回るということですね。さて、各段階で欠かせないこと。それは適切なフィードバックです。商談後には必ず振り返りの時間を設け、良かった点と改善点を具体的に伝えてください。ただし批判的な内容に偏らないように注意が必要です。ポジティブな面を強調しつつ改善点をアドバイスとして伝えることで部下のモチベーションを保ちながら成長を促すことができます。また部下への効果的な質問としてはもし今日の商談をやり直せるとしたらどこをどういうふうにやり直すという質問をしてください。部下一人一人の個性や強み、弱みを把握し、各々に合わせたアプローチを取ることも重要です。例えば、プレゼンテーション能力が高い部下には、その能力を活かせる場面で積極的に前に出てもらうなど、個々の特性に応じた成長機会、これを提供することも上司の役割です。その他、明確な目標を設定して、その達成に向けて部下と共に取り組むことも効果的です。短期的な目標と長期的な目標をバランスよく設定して目標達成時には適切な評価と報酬、これを与えること、これ重要です。これによって部下のモチベーションを高く保つことができるというわけなんです。成長には試行錯誤が不可欠です。失敗を恐れずにチャレンジする文化を作ることで部下の成長スピードは大きく加速します。失敗した時には厳しく叱責するのではなく、その経験から学ぶべき点を一緒に考える。ここ重要です。
そして次につなげる姿勢が重要となります。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。概要欄をご覧ください。メルマガ社長の大学の案内です。メルマガ社長の大学は忙しい経営者に代わって、私長谷川がさまざまな視点から経営に役立つヒントを収集分析して週8本あなたのメールボックスにお届けいたします。ぜひこの機会に登録をよろしくお願いいたします。